どうも、ウエストランド井口です。今日も楽しく勉強していきましょう。はい。今日僕がみんなに教えるテーマは、USB について。USB についてっていうことは、USB の製造方法や販売方法を教わるってこと？全然興味ないんだけど、って焦っちゃってるよね。うん。焦りすぎて、この動画をなんとかして、急上昇の動画にしてるとこ申し訳ないんだけど、一回落ち着いて。うん。そうならないから、急上昇には。あと、USB についてって聞いたときに、製造方法とか販売方法ってすぐ思う人はすごく少数派なの。うん。その自覚は持っといて。あ、自分はちょっと違うんだっていうふうに思っといて。USB についてで製造方法ってあんまり気になんないよ。うん。そこだけちゃんと自覚しといてほしい。じゃあ何の話なのかっていうことになるけども、うん。まあ USB の話からちょっといろいろ踏み込んでいくんだけど、今回も。まあ USB ってね、まあ今これスマホで撮ってるんだけど、スマホとかパソコンとかにね、つなぐやつあるじゃない。うん。あれの種類よ。うん。一つにしてほしいってこと。いろいろあるじゃない、わかんないの。細かいんだもん。うん。で、適応してないの、いろいろ。この動画を撮ってるとき、マイクをね、ここに置いてんだけど、このマイクとこれ撮ってるスマホ、これも繋がらないの。一個間にかませてんの。違うんだもん。形が。穴の形が違うから。うん。いろいろ変化してきてそうなってはいるの。もちろんね、いろんな事情があって、こっちの方がいいんじゃないか、こっちの方がいいんじゃないか、さらにこっちの方がいいんじゃないかって、どんどん変化していくんだけど、うん。その変化の中で、いろいろ大変よ、こっちは。振り回されてるよっていう話。うん。だってこのスマホ、今撮ってるスマホ、前のやつからこのスマホ、新しいやつに、同じやつですよ。同じやつの新しいバージョンにしたのに違うんだもん。うん。USB のとこが違うの。で、それ教えてくれなかったの。どうなる？買います。家に帰ります。充電できません。きついよ。それは、せめて教えといて。うん。そこは何らかのことしてくれないと。そういうこと起こるの。でね、これみんなも、ね、経験したことあるっていう人もいるかもしんない。充電器をね、買い替えるときとか、そのコード買い替えるときとか、迷うよね。似てるんだもん。いや、それいろいろあるのはじゃあしょうがない。じゃあいろいろあるのはしょうがない。タイプA とかね、タイプB とかタイプC とかいろいろあるの。うん。こういうやつね。こういうのあるじゃない。こういうコード。うん。もういろいろあるのはじゃあしょうがないよ。うん。ただ、じゃあ買うときもうちょっとわかりやすくしよう。まあ、タイプ A とかタイプ B とか、ミニだのなんだの。うん、覚えろって言われりゃそれまでよ。ただ、なんかもうちょっとわかりやすくできない？これ、似てるよ。似てるの多いよ。で、これ見るじゃない。買うとき。こんなんだっけ？ってなるの。こんなに大きかったかってなるの。結局刺さるんだよ。家に帰って刺してみりゃ刺さるんで、これで合ってんだけど、買うとき、あれ？こんなにでかいかってなるの。こればっかりは。うん。対応機種とか見てもキリないし、タイプ C だったな。タイプ C か。こんなかってなるの。なんかもっとわかりやすくしよう。うん。で、今はね、このタイプ C にどんどん主流がなってってるらしいんだけど、一筋縄ではいかない。どうせ一筋縄ではいかないの。いろんなメーカーとかあるからね。うん。よく聞くじゃない。どの場でもよく聞くんじゃない？iPhone の充電器ある？ああ、Android か。じゃあいいわ。っていう会話。うん。逆もしかりだけどね。Android の充電器ある？ああ、ごめん、iPhone のしかない。じゃあいいわ。っていう。なんかね。いや、貸してあげたいんだよ。すごい善意あるの。すごい善意で、いいよ、Android のやつだけど。って言ったら、ああ、ごめん、iPhone だからいいわ。って、なんでこの気持ちになんなきゃいけない。断られた気持ちになんなきゃいけないの？うん。何この気持ち。それもこれもじゃん。それもこれも、全部これが一緒だったらいいじゃん。この会話いろんなとこで繰り広げられてるよね。学校、職場、どこでもあると思う。ちょっと充電がなくなって充電器借りるとき。逆にじゃあ自分が充電なくなって困ったとき。貸してってお願いして、やっと見つかった。充電器持ち歩い人見つかったっていう人が違ったときよ。それもそれで辛い。誰もが辛いの。どっちも辛いの。貸す意欲あるのに断られちゃった方も辛いし。借りれなかった方も辛いし。うん。統一に向けて動こうよ。いろいろ困るから。うん。統一したら統一したでね、今までのやつが困るとかあるよ。そこは乗り越えよう。過渡期はじゃあ一回我慢する。そこは乗り越えるから、なんとかしよう。うん。携帯とかスマホ、いろんなのあるよ。いろんなメーカーとかあるだろうけど、そこら辺はお願いしますよっていうとこ。あと絵文字もね。絵文字違うのやめよう。実は違うの送られてたって結構ひどいよ。これ結構大変よ。うん。そうじゃない？そんな感じの絵文字だと思わず送ってるよ。自分の方から送るんだもん。自分の、この絵文字になりますよとは出ないんだもん。自分の方に出てるやつで送るじゃん。うん。可愛い感じのイノシシだと思って送ったら、向こうでは怖いイノシシになってる時あるよ。困るよ。ズレ生じるよ。そこら辺すり合わせていこう。うん。これをみんなでやっていこうってこと。そういう意識みんなで持つことで変わっていくから、やってこうよ。これでもう泣くことやめよう。絵文字でも困ることやめよう。その気持ち、それだけしっかり覚えといて。とにかく統一してほしい。なるべくなら統一していこう。統一のためにみんなで頑張ろうっていうこと。これ覚えといて。じゃあ、全員の見解なのかと。全人類なのか。全人類の見解なんですね。はいはいはい。と言われたら違うの。だって全人類の見解ならもう統一されてるもん。そこがミソ。うん。全人類の見解ではないの。今日話したことね。今日話したこの話。全人類の見解ではない。一、個人の見解なの。いよいよ僕も持ってますよ。私も持ってますよっていう人現れるかもしれない。おのおの一個人なの。うん。それぞれなの。一個人の見解って言ったよね。これいつも言ってるよね。僕だけのこととかじゃないの。その一個人だけが思ってる究極のマイノリティみたいなことじゃないの。そういうことではないの。一個人だよ。私も一個人。僕も一個人。そういうことはあるの。それだけは覚えておいて、ちゃんと。お前だけが思ってることじゃねえぞっていうこととかではないの。一個人がいっぱいあるの。ただ全世界の共通認識。そういうことで学会とかで発表されたり、それこそ法律とかになってるとか、そういうことではない。そういうこと。今回のことも一個人の見解。じゃあ誰の見解なの？イグでしょ。はい。今日の授業はここまで。また次の授業でお会いしましょう。さよなら。